スタンディングオベーションやってくれへん？なんでスタンディングオベーションやらなあかんの？スタンディングオベーションされたら気持ちいいやん。いや、スタンディングオベーションされるようなことをまずやれや。スタンディングオベーションされるようなことなんてまずないやん。だからスタンディングオベーションやれへんやん。それをあえてスタンディングオベーションしてくれって頼んでんねやん。日本にスタンディングオベーションの文化ないやん。映画館とかでよくやってるやん、スタンディングオベーション。あれ映画祭とかでやってるだけで、普通の映画館でスタンディングオベーションなんかやれへんやん。だからここで一生されることのないスタンディングオベーションしてくれやん。後ろの人迷惑やろなとか思ってスタンディングオベーションでけへんのが日本の美徳とされてるやん。欧米風のいいものはいいって作り手に伝えるスタンディングオベーションって胸を打つやん。スタンディングオベーションの一人目ってすごい勇気いるやん。後から誰も続かへんスタンディングオベーションほど切ないもんないやん。だから周りの雰囲気に流されてのスタンディングオベーションやん。そんなお情けスタンディングオベーションされたないやん。右へ習い的スタンディングオベーションも時には大事やん。スタンディングオベーション肯定派なってきてるやん。もはやスタンディングオベーション言いたいだけみたいな感あるやん。セカンドオピニオン的な語呂の良さあるやん、スタンディングオベーション。スタンディングオベーションやるメリットが俺に見当たらへんやん。一人目になる勇気をスタンディングオベーションによって培ってほしいやん。じゃあスタンディングオベーションやるわ。スタンディングオベーションされる準備するわ。